トーマスのキューブパズルだよ。トーマスとキューブパズルで遊んでいこうね。この箱の中から取り出していくよ。よいしょ。まずはこんなキューブが3つ出てきたよ。ヒロにトーマス、そしていろんな絵が描かれているね。そしてこんなキューブも入っていたよ。これが3つ。あとはよいしょ、残り1、2、3、4、5、6、6個と3個足すと何個になるかな。そう、9個のキューブがこんな感じでいっぱいいっぱいあるんだよ。それじゃあ今回はこのキャラクターの面を探していこうね。よし、まずはこれかな。これはパーシーだよ。あ、これとちょっと違うな。あ、こっちだね。これがこのパーシー、絵が一緒だよ。じゃあパーシーはここ、そしてこれと同じようなものを探していこう。あ、ジェームスがいたよ。ジェームス、そしてここは誰がいるかな。あ、ゴードンがいたよ。ゴードン、そしてこの面は誰かな。ジェームス、あ、ディーゼルがいたよ。ディーゼル、そしてここは誰がいるかな。あ、ヘンリーがいた。ヘンリーがいて、ここは誰かな、誰だと思う。あ、トーマース、みんな大好きトーマスがいたよ。よし、あと3つ。これは何かな。これはあれ、いない。あ、いたハロルドがいたよ。空に飛んでる感じ、ここになるのかな。よし、それからあ、これはそのままだね。ヒロ、この中にヒロがいたよ。ヒロがいて、これは誰かな、誰がいるかな。あ、エドワードがいたよ。よし、これでトーマスの仲間たちが大集合。トーマスのキューブパズル楽しかったかな？チャンネル登録して次の動画でも遊ぼうねー。